TV MC のミオです。よろしくお願いします。イエーイ、始まりました。ですね、なんとさっき打ち合わせの時に聞いたんですけれども、今日は10月20日ということで、なんと2015年10月21日明日ですね、バックトゥーザフューチャーの未来に来る日が明日らしいんですよ。もうなんかびっくりなんですけど、皆さん知ってましたか？はい、知ったかしてみましたけど、私もさっき知ったんですけれども、はい、10月ハロウィンの季節でね、皆さん仮装とかもすると思うんですけど、変な格好して捕まらないようにしてくださいね。はい、そんなことはさておき、今月も始まりました。今月のゲストは田中真希子さんです。まずはこちらをご覧ください。 VTR どうぞ。今回のゲストは田中真希子。高知県出身、豊かな森林と青い海が育んだ感性をギター一本で歌い上げるシンガーソングライター。大阪を中心に活動中。まっすぐに、気持ちを込めて、心に響く歌を届けます。自らを責めうまくいけばいいけど、そんな。ライブ情報はホームページ、ツイッターでチェック。土佐の女は八金長焼き。まずは一曲聴いてちゃん。立派なシンガーソングライターになるために配信中、田中真希子。あのいただきだけ、それでは紹介したいと思います。田中真希子さんです。イエーイ、どうも田中真希子です。どうもどうも、はい、イエーイ、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして、うん、高知県出身で歌わせていただいております田中真希子と申します。今日もよろしくお願いします。イエーイ、お願いします。イエーイ、ありがとうございます。はい、質問や応援メッセージなど皆さんもここで見てますので、ぜひぜひいっぱい送ってください。おー、すごい。はい、もう早速、うん、こんばんはって。いやー、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。もう念願の音バカですよ。念願だよ。はい、こんな感じで今日楽しくやっていきたいと思うんですけれども、はい、まずは皆さんに、田中真希子のライブダイジェスト映像をご覧いただきたいなと思います。はい、それでは VTR どうぞ。で、大阪のこと好きすぎて大阪の曲書いてきました。なんでやねんって曲聴いてください。やーすげー、やばー、フライングだ。なんでやねん、赤赤
ましたけれども、はい、見ていただいている間に早速コメントが入っているので、はい、読んでいきたいなと思います。ありがとうございます。はい、まずお、あ、カジさんこんばんはって、こんばんは、ありがとうございます。あと、ちょい仕事ですまぬって、あの、どっか行っちゃった人もいありがとうございます。頑張ってください。仕事の合間にね、来ていただいて。はい、ですね、まず一個質問が先に入ってるのを、聞きたいなと思います。はい。音楽を始めたきっかけは何ですか？何ですか？きっかけ。きっかけなんですけど、はい、ね、私、小学校の時にですね、全然特に何がきっかけでもあったわけでもなく、なんか歌手になりたい、みたいな。急に頑張ったんです。そうなんです。まあ音楽もともと歌とか好きやったんですけど、すごい引っ込み思案で、小学校の時は。そうなんです。全くそんな感じに見えないんですよ。そう、小学校の時は引っ込み思案やったんですよ。うん、で、中学校になって、うん、兄がですね、ちょっとコピー版、お兄ちゃん、お兄ちゃん。兄って言ったから、アメリカ人みたいな。違う、お兄ちゃん、お兄ちゃん。お兄ちゃん、年上のお兄ちゃんいるんですけど、うん、コピー版やるよってギターをくれたんですよ。エレキですけど。それでちょっとアコギの練習をしちゃいまして、曲とかこうなんです。小学校の時に、いや、それは中学校です。ギターもらったのは中学校なんですよ。で、小学校の時に必然的にこうなんか音楽やりたいなって思いよって、で、なんか中学校の時にすごいこうやっぱ部活とかね、めっちゃしんどいじゃないですか。よくある中二病じゃないけど、こうしんどい時期みたいな時に、中二病ってどういう意味なんですか。あれ、なんやろ、生きりたい、生きりたい時期みたいな、その格好つける時期ですかね。なんやろ、ちょっと中二病って教えてほしい。でもちょっと知ってる人、うん、中二病って教えてそう、なんかその時にすごい音楽に励まされて、よっしゃ、私は音楽で、人の力になろうと思って、うん、それで音楽を始めましたね。作曲から始めて。すごい。なんかね、この質問があるんですけどね、はあ、まずその上にパワフルな歌声です、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、パワフルやって嬉しい。パワフル。それともう一つね、うん、何かスポーツやってましたか、そんな感じするんですかそんな感じって何やろ、スポーティーなのかな。パワフル、何のスポーツしてたんですか。スポーツはバスケットボールやってました。バスケット、中高とバスケやってましたね。でもね、体育の時間ね、バスケットボールのボールが回ってきたことがない。あ、おるそれおるおるおりますよね、体育。あれ、これあるじゃないですか、ドリブルね。そうそう、これをやってたらボール最初こうなのに、だんだんちっちゃでたかった止まってしまう。わかる。でもいや、だからできなかったんで、うん、すごい羨ましいんです。いや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 、なんかもうヘイヘイみたいな感じ、パーみたいなね、シューみたいな。そう、結構飛ばせます。いや、やっぱね、ジョバスってやっぱダンスとか比べたら全然すごいですよね。ダンバスの人片手でね、ボンってね、ピュンって飛ばすんですけど、女子はもう全然、私とかもすぐへなって、シューってボールもいっちゃう感じで。すごい。でも楽しくやってました。危なそうですね。怖いです。やっぱ怪我は多いですね。接触がバーンって当たるんで。なんだろう、スパスパしてるスポーツなんやろ、シュッシュ。わかりますよ。シュッシュしてるから。シュッシュしてる、確かに。私の前をなんかもう、なんか行ったり来たり。こんな、そうそうそう。行ったり来たりする感じで。わかりますよ、この感じ。でも。試合中ずっとこんな感じで。あー、やる力だけはね。やりたいんですよ。準備運動だけは。よしみたいな感じやのに、うん、来ないから。うん、ボールがこうなって。それめっちゃ面白い。痛い痛。で、私あれさ、そういう子たちにちゃんとパスするタイプの人間でしたよ。それは自慢。いや、けど、もらったところでどうしてるのルールもよく分かってないんで。そっか、そっか。邪魔っていう。どっちみたいな。そうそう。ね、そう、あーってなるけど、もうそれも込めて楽しめますね、バスケはすごい。いいな、なんかスポーツできる女の人っていいなと思いますね。いや、足はでもめっちゃ遅いんですよ、うち。ほんまですか？足めっちゃ遅い。私、バカだから、こう、突っ走ることしかできないんですよ。いやいやいや。マラソンとか、長距離みたいなのが、速そう。意外となんか、最後の週で、猛ダッシュをするぐらいの感じなんです、私。もう残り、残して。なんかもう負けたくないみたいなのが出てくるんですよ。うんうん、ハードルとかも、なんか、上手にできてたんですけど。あ、でも足長いですからね。いやいや。いやいや。スポーツの話にめっちゃなってるんですけど、うんうん、あれできます？砂場飛ぶやつ。めっちゃ飛べないですよ、うち。ジェマ浮力なんかもう皆無ですよ、もうなんか。でもバスケしてたら、飛べそうなイメージがあるんです。バスケね、うち身長はすごい伸びたんですよ、バスケして。中学校3年間でね、10センチぐらい伸びたんですよ。すごい。そう、めっちゃ伸びたけど、なんか、足だけはね、まぁ、ちょっと速くなったけど、なんかジャンプ力とか、
あの足の速さとかも全然つかんかった。私ね、背中に行けたことがないんですよ。ああ、どういうこと？なんか、あれね、あれね、こう、砂場に行く前に、なんか線が結構手前に引かれてるんですよ。確かに。結構、飛ばなきゃ、砂場には行きつけない。で、あの、走るんじゃなくて、その場でジャンプなんです。そしたら、あ、こう、うんってやるんですか、気合いがあったら、あっさり飛べなくて。あの、砂場ですよね。あの、手が後ろの時に飛ぶのか、前の時に飛ぶのか、わからなくなるやつ。あったあった。まあ、それで、あの、砂場に行けないんで、あ、行けるんかなと思って、ちょっと聞いてみたかっただけ。私、あの、このリズム感も全然ダメ。いつってずっと一人で言いながら、先生に、はい、はいって言ってもらってた。縄跳びは？縄跳びも全然、うち縄跳びがほんま、縄跳びと跳び箱は世界一無理です。ま、跳び箱は私は負けないぐらい無理です。一度も跳べたことがないんですよ。あれ何ですか、あの、初段ってやっぱ。かまぼこみたいなやつ。そうそうそう。楽しい。あの、三段とかが、だいたいこう最初じゃないですか。何ですか、あの、リーチが長ないですか。リーチって何ですか、あの、この何ですか、長さ、その、あ、長さ。パンってつくのはいいけど、その、飛ぶ長さが、いやいやいやっていう長さやんか。やきなんか、シュンって言ってもなんか結局ケツパンってついて、あ、ないないってなって。でもまあ、先生が悪かったんですよ。これ先生のせいにしますけど、あの、1段、2段、3段で、ね、順番にこう5段、6段ぐらいまであるんですよ。まあ大体みんなこの辺に行くんですけど、はい、最初の1段みんなボスって飛ぶんですけど、うん、先生が真ん中に手を置けって言うんですよ。まあ言いますね。ね、私真ん中に手を置いて飛ぼうとしたら手が邪魔で飛べないんですよ。だからもうこれだけはできないんですよ。いや、飛び箱はね、なんか馬跳びとかやったらね、またちょっとこう頑張れば、まあ馬跳びはできるかもしれない。ちょっと馬の人がこうヒュッて頑張ってくれたら、ね、でも手を置いたらね、どうやって飛ぶねんって話ですよね。わかりますよ、あれめっちゃわかる。飛び箱は本当に無理。いや、もうなんかもうパワフルっていうキーワードがめっちゃスポーツの話しちゃいましたね。はい。あ、逆上がりはできますかとか。できるわけない。逆上がりできる。マジで？私できない。あの、あれですか、タン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 って登るこういうやつ。あったー。あれもこうやって使ってましたもん。ジョニーデップ。ジョニーデップまで使ってた。あんな駆け上ったこともないわ、ほんと。嘘。あれ使っても無理でした、ほんとに。ああいう系はできるんですけど。うわー、すごい。やっぱ身軽めでこしっていく感じは。いや、じゃあ、いや、多分。すごい、ナイスな質問やな。ナイス、ほんとに。こんだけパワフルさは伝わったからね、歌もパワフルなのが伝わったと思うんですけど、そのま、誰をね、なんか目標にしてるアーティストとか、この人憧れてますみたいな人って言ってないんですか。うんうん、私、あの中学校の時にその音楽目指そうってなって、こう元気づけられた音楽が綾香さんなんですよ。はい、そう、綾香で、綾香さんで、なんかすごいこう前向きな歌詞とかも書くし、ネガティブな歌詞も書くしで、すごい衝撃的やって、で、それをきっかけにやり始めたんですけど、とかあの、私 J レゲっていうのちょっとあんまり強くはない、詳しくはないんですけど、レッカさんっていう、あ、レッカさん、そう、レッカさんだけはもうめちゃくちゃ聴いて、めっちゃもう女の本当に目標にしてるぐらいめっちゃかっこいいんですよ、歌詞も生き方も。あ、でもさっきセッションしてるあの語尾をの練習してたんですけど、あの語尾の伸ばし方とかが結構なんかレッカさんとかっぽいなって思ってたんですよ。マジですか、初めて言われた。本当ですか、なんか癖の感じとかをね、マジですか、そう、いろいろ音楽聴く気にちょっとこうね、頑張ります。私キクキーとか方言が可愛い。ありがとうございます。どんな、コーチってどんな方言があるんですか。コーチはあの語尾とかが、うん、なんとかシチュー、やっちゅー、チューに変わったりとか。チューですよ。これも可愛い。男の人絶対なんとかでチューって言われたら。意味変わってきて、意味変わってきてますよ。なんとかでチューは違う違う。違う。いやですよ。高知県にいらっしゃって。ちょっと道どこですかって言ったら、あ、あっちでチューとか言われたら嫌でしょ。左手でチューとか言われたら嫌やろ。それはそれで面白いけど。確かに。え、ね、どういう時にチューって使うんですか？だろ、あの、こっちでなんとかしているっていう、その進行形とかをこっちで、あの、向こうではなんとかシチューっていう。あ、シチューの時に、あ、なんだ。なんかね、変にね、あの、英語みたいにね、過去形とかね、現在形みたいなのあるんですよ。ちょっとさ、教えてくださいよ。なんか、なんとかしていたっていう過去形やったら、なんとかしちょったとか。しちょった。で、なんとかしているやったら、シチューとか、あと、まあ、雨とかに例えたら、雨が降っているとかやったら、雨が降りゆうとかになるんですよ。あの人がなんか言いゆうとか。コーチの人は外人になりたかった。いやいや、でも、生粋のね、坂本龍馬がこう、なんとかだぜよって言ってるから、
日本の夜明けぜよっていう気、まあ勝手に日本が強いんじゃないかと思ってますよ。だから外国人の人を見てたらほんま申し訳ない。いやいやいや、ずっとね、そんな、道、ここどこですかって、あっちでっちゅうとか言われた。言いましょう。みんな、高知でみ、みおさん見かけたら、絶対言ってくださいね。男も女も関係なく。これ、人、あって思ったら、道聞かれ、高知駅どっちですかとか言われたら、左手に行ってまっすぐでっちゅう。言ってくださいね、絶対。絶対言ってね。この土地、タラちゃんばっかり。タラちゃん。ほんまや。ほんまや。シチュー、シチューって書いてる。シチュー、シチュー。シチュー、シチュー、シチュー、シチュー。八金って何ですか？あ、八金っていうのは、多分さっきのね、紹介の VTR にも出してくださってたんですけど、八金、なんていうの、パワフルな子、女の人の、ね、おてんば娘の、こう、可愛い人みたいな。女やけど、こう、パワフルで、元気な女の人みたいなことを八金って言うんですよ。じゃあ、マッキーは八金で、私、パツ金でいきます。かっこいい。さすが。聞きました今の。うま。何も。うま。私パツキン。かっこいいよ。うまい。頑張ったでちょ。落ちも持っていき方かっこいい。いやいやいや。すごい。熱っ。ちなみに男の人イゴッソって言うんで。イゴッソ。イゴッソって言いますよねみんな。イゴッソ。イゴッソ男のもうこのカツオとかね一本釣りするぐらいの。うわーっていう人もイゴッソ。イゴッソ。ちょっと待ってください。今日ね、まだ多分20分ぐらいしか配信してないですけど、サザエさんの登場人物結構名前。やっぱカツオとタラちゃん。サザエさんはそんな好きじゃない。好きじゃない。また普通、ナミヘイさんとかやるでしょ。びっくりした。そうそうそう。もう2人出てきた。サザエさん3人です。サザエさん3人です。マスオさんはどこで出てくるでしょう。マスオさんは出てこんかもしれない。そうそうね。なんで、コーチで音楽やらなくて、こっちでやる感じになったんですか？そうですね。なんか、うち、すごい、高知のすごい、田舎で暮らしてるんですよ。うん暮らしよって、もう市内から車で1時間半とかかかるぐらいなんですよ。それで、なんやろ、音楽をまあ、しろって言われば全然するんですけど、私、音楽をしたいっていう気持ちを、家族とか友達含め誰にも言わなかったんですよ。誰も言わなかったんですよ、本当に。もう、部屋でこっそりこうギターちょっと練習してるぐらいで、ったんですけど、高3になって進学どうするって言われた時に、私は音楽するって初めて言って、もうなんかその時からもう絶対高知ではしないじゃないけど、一回大阪でその勉強というか、大阪行ってこうやってかっこよくなって帰ってくるみたいななんか勝手にそういうね、あって今ってスマスオさんマスオさん出てきた出てきたこれいけますよこの1時間で制覇いけるかもしれないいけるそうなんですそれで大阪で東京じゃなくて大阪になったのあそう道よるんですけどやっぱ音楽の知識がほんまになくて、うん、ライブハウスとかそうなんかそういうこと全く知らなくてですねそのもうテレビに見る音楽しか知らないぐらいの、うん、やったんでなんかこうやっぱ相談乗ってくる人大阪の例えば学校行くからって相談乗ってくる人が結構なんて東京行く前に大阪でやっぱ東京ってやっぱ勝負するとこっていうか、うん、イメージがあるじゃないですかで東京行くつもりやったけどちょっと大阪でも勉強してみないみたいな感じで、うんうん、それもありかもと思ってちょっと大阪で一回行ってみようと思って、うん、なので私学校に通ったんですけど、うん、学校もボーカルコースとかギターコースとかじゃなくてミュージックビジネスって言ってビジネスなんか音楽のね裏方を勉強するイベンターさんとかマネージャーとかこうイベントの組み方とかその辺ライブハウスのね絵のこうなんとか仕方っていうのをすごい勉強する1年がすごいあって、うん、でそっから私のシンガーソングライター始めたんですけどこうやりながら勉強しながらなので始めたんですけど結構ちょっと本当に音楽の知識をつけるところから始まったのででももう全部マスターしちゃったんちゃいますいやいやそんなまだまだ危ない危ないまだまだ喉詰まってた危ない、まだまだ初めて2年目3年目ぐらいなので2年ちょっとなのでまだまだ無職でございます、まだまだね、いやいやいろいろ教えてください実はなんか共演したことがあるっていうねそうなんですこっそり私がねもう勝手に覚えてましたみおさんのこといやいやいや時間がねすごい長いイベントなんですよ昼から夜まであって、うんでなかなかね楽屋にずっといたりとかができなくてもうみんなバラバラもう楽屋もギュ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 だったんでみんな外に出てとかやったんで、うん、その時に私はもう勝手に覚えてますステージも見てだからまさかご一緒できると思っていやいやいやまさかご一緒できると思ってなかったんでなんかそのライブ見てすぐにこのオトパカっていうデビューやってる人出てたよみたいな情報を聞いてどっから情報がいったんですか
何やろどうやったっけな、でもあれも結構前ですね、1年1年半とかかな、私がやり始めて結構やっぱすぐじゃすぐやったんで、めっちゃだいぶだから覚えてないのがもう当たり前ぐらい、私が気持ち悪いぐらい、いやこれちょっと気持ち悪いぐらい、あんなアホなやつ歌ってんねんみたいな、そんなことないそんなことない見られてたから、いやいやもうめっちゃ綺麗やでほんまに、ここあのティアラ乗せて歌ってたんですよその時、え誕生日の時かな、えそうかな、なんか言ってたかも、なんかみんなでケーキ持ってきたりしてる時ですか、ティアラつけてたってことかな、めっちゃ曖昧、記憶曖昧、ちゃんとこう呼び戻してきたら、でもなんか結構うん夜出てこう盛り上がっちゃう時に出てらっしゃって、私こう奥からこう見てました、ちょっと向こうから、いつだろう、私勝手に覚えて、いやもう私もめっちゃ思い出したいですねいやでも本場その時挨拶したかしてないかぐらいのもう勢いですよ本当に、私そんなこんなんしてるわけじゃないんですよ全然そんなことなかった、ぎゅうぎゅうやから、本当に誰に挨拶して誰に挨拶するか分からんぐらいの勢いやって、そんな感じなんですよ、そうなんです、もう見てるお客さんも一日振動ってなるぐらいのイベントだったんで、そうそうそう、もう人いっぱいでやったんで、そうそうもう本当にもう私が覚えてるのも奇跡が、次からもうわーって感じ、やだーってなるんで、そうまたご一緒できたらね、ぜひ、いやもうほんまに楽しみにして、大阪ら辺で結構やっぱり大阪が拠点で動いてるんですよ、今拠点で大阪をやってますね、例えばどんなライブハウス出てますか、そうですね、うん、最近だと心斎橋の辺が多くて、うん、何やろな、アトランティクスさんとか、エンターさんっていうバーとか、ナンバーメレさんとか、うん、でもいろんなライブハウスめっちゃ点々としてます、一箇所に固まることなく、もうほんまだんだんだん行って、こういろんな人にキャッキャキャッキャ言ってる感じの、結構好きに楽しそう、楽しいにやってますね、楽しい楽しい噛んじゃった、楽しいにやってます楽しいのが一番いいですね、そうなんです、もう自由に、ありがとうございます、今日ねここに CD が置いてあるんですけど、これ CD 説明してくださいよ、 どんな CD なんですか、これ CD はですね、今年の1月ですね、これ1個同じのですか、これ両方とも同じです、あじゃあもうこれ持って説明しちゃってください、 ありがとうございます、これはですね1月に、発売させていただいたんですけど、うん、手売りで、ライブ会場で販売しておりまして、1曲目列車っていう曲、2曲目がおてんと様、3曲目子守唄って曲で入ってるんですけど、うん、結構私の何やろ、結構いろんな曲歌うんですけど、何やろ、そのなんか別なタイプの曲を収録してます、1曲目はバラードで、2曲目はもう結構激しいアップテンポで、3曲目は私がすごい大事にしてるお母さんお父さんを思った曲なんですけど、それを収録して500円で販売しております、500円安いこれをライブに行って買いに行く感じですか、そうですね、基本はもうライブ会場で 手で販売させていただいてますね、遠い人は遠い人は連絡ください、ホームページみんなに、うん、そういうの全然受け付けてるんで、これマッキーのホームページ出てくるかな、出てくるかな、出たイエーイ、はい、これホームページなんで皆さんありがとうございます、更新頑張ります、そしてツイッターも出てきますよ、シュッ、逆やった、ツイッター、ありがとうございます、本当に、はい、皆さんぜひぜひチェックしてください、超明るい女子ですよアホみたいな女子ですアホこっちにバカ書いてますいやそれで今ね思ったんですけど、はい、この CD のジャケットの服もオレンジじゃないですか、そうなんですね、オレンジじゃないですか、時計もオレンジじゃないですかこれオレンジが大好きで、コンセプトオレンジみたいな、そうなんです、オレンジがなんか好きで、なんやろ、なんかすごい太陽みたいな、なんかあでも明るい、そうなんですよ、だからオレンジとかちょっと時には黄色とか、うん、見てください、みんなこれ飲んでるやつオレンジオレンジオレンジジュースも好きですでももうなんか周りのものがオレンジに染まりすぎて、あいやめっちゃ気持ちわかります、私ピンクなんです、あぽいで、衣装も全部今ピンクなんですけど、うん、部屋壁もピンクなんです、それはない私、すごい壁ピンクピンクなんですよ、絶対可愛いわ、うん、でなんか最近愛犬も今ちょっとピンクに染まってきてるみたいな、シンバ君って言うんですけど、はい、シルバーなんですけど、寝るベッドとか全部今男の子なのにピンクに、あら可愛い、いやいいじゃないですか、ピンクが似合う男の子ってね、いや本当に本当に魅力的だからね、ただウサギのピンクのなんかフードつけてるやつ着せたらオカモっぽかったそこオス感出してくるんですね、出してくるんですよ、一応ねなんか骨の形とか、あやっぱオスメス違うんですね、がっちりしてるんですよ、あそう長や、そう長や、方言かわいい、いやいやいや、ほんまありがとうございます、オレンジとピンク、オレンジとピンク今日はオレンジとピンクが
あ、500円はお得。お得ですよ。お得やと思います。3曲入りなんでね。3曲で500円、うん、すごい。3曲入りなんで結構これ歌詞カードとかも入ってる。あ、入ってます入ってます。裏はこんな感じになってまして、わーすごい。CD も見れちゃう。そうなんです。この版もオレンジです。今来てた、ほんとや。版もオレンジなんです。結構自由にこう作らせてもらった CD なので、ぜひぜひよろしくお願いします。皆さんぜひチェックしてみてください。はい。そして、なんか今度からこうしたいんですとか、うん、もうすぐ今年終わっちゃうじゃないですか。そうですね。今年の目標と来年のなんか展望みたいなのがあれば。はいはいはい。あれば。今年もあと残り、うん、ね、もうあと2ヶ月早いんですけど、ね、今年結構なんていうんですかね、結構ね自由にやらせてもらったんですよ。好きな歌を歌って、うん、好きにこう自由にふわーってやってきたので、いい、ね、まあ、このまま突っ走りつつですね、うん、来年はちょっとこういろいろ田中真紀子もこう面白いところを見せていこうかなと思っていろいろ計画中なんですけど、うん、そうやな、例えばこういろんなとこに行くとかいろんなものを作るとかをちょっとね、うん、やっていきたいと思って、そうですね、こうちょっともうすぐで制作にも入ってるかなみたいな。え、何の制作なんですか。何でしょう。何でしょう。あ、フォローしたって。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ツイッターフォローお願いします。イエーイ、はい、ありがとうございます。そうなんですよ、結構いろいろ考えてるので、結構多分こうね、グツ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 煮詰まってきたら皆さんにね、煮詰まってきたら皆さんにね、こうどんどん差し出していくと思うので、ぜひ結構ツイッターの配信率は高めですか？ツイッターはね、意外とどうやろう、もうほんま思いついたことを結構詰めてるんですよ、ツイッターは。なので、でも全然書くし、ホームページもあるし、ブログもあるし、ブログはちょっとあれですけど、結構いろいろあるので、素顔って感じですかね、ツイッターも。素顔、うん、なんかライブ告知もするんですけど、本当に夜中の5時ぐらいにこう夜空、こう朝焼けとか見てて思ったこととかつぶやくんですよ。全然それなんかちょっとアーティストっぽいじゃないですか。いやいや、私今日のラップ時とか載せたりするんですよ。いやいや、いいじゃないですか。そんなんね、嬉しいよね、ファンの人。やっぱそんなの、いや、なんか書く、もうそういうのがいい、なんかこう外見て、いやいやいや、今日はこんな夜空が、いやそんなかっこいいことつぶやいてないですよ、うち。どんなこと書くんですか。なんやろ、結構ね、人にリプを飛ばすのが好きなんですよ。リプライって言うんですか、返信を人に絡んでいくのが好きで、こう人とこう付き合うっていうか、こうわちゃわちゃするのが好きなので、リプライが多くて、なんかなんかいろんな人とこうやっぱご飯とか行ったり飲みに行ったりとかして、ミュージシャン仲間とかなんかそういう人と行って、うん、帰りとか歩いて帰りながら、はあ、今日もあんな話できて幸せやったなみたいなことを思った時は、そのままつぶやく。つぶやく、なんか、あ、そうか、ツイッターってそういう風に使ったらいいんか。なんかもう頑張ろうみたいなこと言ったりとか、あと私なんかポケモンとかね、結構ゲームとか好きなんですよ。なんかほんまにアイドルとかも、女性アイドルとかも好きで、そういうのを、あ、CM に電波組出たとか。めっちゃ普通。そう、あ、ボマグロとか、なんか結構そういう好きな、本当に言ってます。めっちゃいろいろ言ってる。そうなんや。だから、こう結構ね、薄々色をこう見てくださってる方、私が気持ち悪いやつやってるのも結構気づいてきてる。気持ち悪い、どういうこと、全然そんなことないな。もう女性アイドルが好きやきん、あ、誰々ちゃん可愛い、もう可愛いみたいなことを言ったりとか、何のゲームみたいな。もう燃えていたことあるから。でも、ゲームはめっちゃするんです。マジっすか。今、動物の森をちょっと Wii でやってて、で、あと戦国武装とか。うわ、本物や。めっちゃするんです。マジっすか。で、携帯になったらモンスト。あ、出た、モンスト。だから、ツイッターにたまにモンストのこと書いたりとか。あ、そんなんもういいな。夜は似合わん。今の、あ、さっきの夜空の下り、お前には似合わん。ひどい、似合うよ。じゃ、似合うんですよ、こうやって。あ、この空を。ほら、絵になる。絵になる。かんちゃら、かんちゃら。絵になりますよ。でも何も思いつかば、思い浮かばない。いやいや、いけるいける。私、チェックしますから、これから皆さんです。すぐリップ飛ばす。何言うてんのって言う。いや、めっちゃ失礼じゃないですか、その子。バイマッキーって入れとくの。バイマッキー、いや、ちょっと。かっこいいことつぶやくとき、バイマッキー。ちょっと私、全力でリツイートしに行きます。全力でリツイートしに行きます。いや、本当に。やめよう、もう絡んでいこう。え、なんか、さっき、アットマークのあれかな出てきたと思うんですよ、ツイッターのね。でもツイッターのやつって検索もっと簡単にできたりするじゃないですか。ああ、なるほどなるほど。こう文字で検索とか、私田中真紀子って調べたら全然出てきます。うんうん、
あの某政治家の方とはあの同姓同名なんですよ。字まで一緒なんですよ。やけどツイッターはなんとか上に出てくるみたいなので、特に関西にいるとなのかな。へえ、そうなんですか。分かんないですけど、結構田中麻衣子って調べてもらうことが結構多いですね。つながってもらうときとかは。あ、じゃあみんなあのさっきもう一回出しときます、ここにツイッターありがとうございます。はい、これをもしくはこれもしくは田中麻衣子で検索してください。あの政治家さんのまあ、と同じです。はい、あとこれホームページも、ぜひお願いします。これやってみたかった、こういうの。最後に、あの、まあ、来年ね、はい、もうすぐ来年ぐらいでも何でもいいんですけど、もう近々でも何でもいいです。ライブハウスで、ここに出てみたいみたいなのが最後あればなんか。出てみたい。うん。いつか出るみたいな。いつか出る。夢は大きくですからね。はい。こう、ビッグキャット出て、あ、ビッグキャット、ゼップナンバー出て、ゼップナンバー出て、ナンバー8出て、ナンバー8出て、情報出て、紅白出場、ちょっと待ってください。じゃあ私今度あのこの間ナンバー8トリで行ってビッグキャット行ったんで、次情報類行って、紅白出場、情報類と紅白頑張ります。よっしゃー、ちょっと私あのこれ応援来ますわ。ちょっとね、あの紅白とかで耐えますみたいな。でもなんか、もう帰れって言われて、実際に今日じゃあ紅白。緊張感なくね、今日何つぶやきますとかみたいな。サザエとか。あ、もう、あっこさんとかに怒られて、あんたら帰れ言われて。あんたら帰れ言われて。でもね、そんなんね、あの、有名になったら出れますからね。そうですよ、頑張りましょう。頑張りますよ。ね、はい、そんな感じでいっぱい喋ったんですけど、はい、まだまだ喋りたいことたくさんあるんですけど、そうなんですよ。音バカのね、あの、皆さんに、あのここが一番の楽しみって皆さんが思ってる方いるかもしれないんでね、ここからはですねスタジオライブの準備をしていただきたいなと思います。じゃあ準備してください。はい、準備します。はい、行ってきます。行ってきますってここですよ。今日もねあの素敵な歌声を、さっきあの映像を見てもらったと思うんですけど、あのパワフルな歌声を皆さんに聞いていただけると思うのでね、はい、楽しみにしてください。はい、はい、みんなどしどしコメントくださいね。おマッコさんって入ってますよ。誰 SZKMH193 見えぬ、誰やろ。マッコさん、どうもマッコさんです。マッコさんって来てます、ね、誰やろ、このアイコン。あ、わかった。何も言えんけどわかった、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、明日ミーティングする人です。ありがとうございます。嬉しい。わかったわかった、多分そう、間違ってなかった。でもこの呼び方はそうやと思う。ありがとうございます。イエーイ、歌います。いやちょっともうなんか言葉飛んでた、今バスケットかなと思って。緊張するよ。大丈夫です。姉さんありがとうございます。姉さんありがとうございます。いやいやいや、いや本当はあの今からん、こんばんは、初メールしました。二人の今日のファッションはなんてか、ちなみにデニムですか、立って教えてください、お願いします。松田さん、新一、あ、新一さんかな。結構名前とか実名言っちゃうんですね。いや、あのここに書いてるんですよ。あ、なるほどなるほど。ファッションを教えてってことなんですけど、あ、そうだ、ライブの時ってなんです、いつも立ったりした方がいいですか。あ、立っても大丈夫ですよ。詰めます、あのこんなムーミン。ムーミン、これ今ムーミン履いてるんですけど、なんで捨ててこう履いてるんですか。あの私すごいラフな格好が好きで、うんうん、あの歌も結構ラフな感じというか、あの、まあ、かっこよく見せたくはあるんですけど、なんやろ、ありのままっていうのがこう捨ててことか、あのラフなね、綿入りとか着てるような感じが。あ、いつもライブの時こんな感じ。そうです、こんな感じですね。私服でも全然こういうのも着るし、あの全然違う格好もするんですけど、歌う時は基本これがもう私の感じになってきてますね。わお、うん、いい、捨ててこう、もうオレンジと合うのがこう、あの田舎の緑とか連想させたくて、緑とか茶色とかを結構意識してますね。でも冬寒そうです、ね、そう。でも冬はそう、意外とあの上着とか自分に着て、その寸でバーってこう脱いでってやってるけど、手はこうあのふーってなってチューリングとか大丈夫ですか。あ、大丈夫です、さっきしておきました。大丈夫です。私今日はですね、あの服のテーマはバービー、お出かけバービーです。かわいい。ちょっともうこれ、ね、私ね、もう言っていいですか、さっきからねずっといい匂いするんです。しないしない、いい匂いするんですよ。いや、なんかちょっとこれ立っても分かるかな、今日こんな感じです。うわ、かわいい。これセットアップじゃないんですけど、セットアップにしてます。え、あのすげえ、ワンピースの上に
こういう服をかぶせてるんですけど、同じ模様で同じブランドなんで、でもセットアップじゃないんですよ、普通物なんですけど、ちょっとここにひらひらがあるワンピースに見えるので、かわいい、こんなん触るの私だけですよ特権、はい、女子のただの変態やねすいませんはい、この感じ OK? OK! OK! ファッション聞かれたんではい、ピンクとオレンジです。今日紫が入ってますけど、はい、今やかわいいね、ほんとに。それでは、はい用意できましたか？オッケーです。はい、それではですね、マッキーにあのスタジオライブをお届けしてもらいたいなと思います。はい、それではお願いします。はい、それでは、じゃあここから私が歌わせていただきます。で、最初の曲なんですけどね、ここさっきからもうるさいこと言ってる、うちの高知県なんですけど、ちょっと思った高知県のことを思ったふるさとという曲を1曲、まずは1曲ですが聴いてください。街いつも足早な、人波その中で足を止めて、時に思うふるさと、
ちいつも足早な人波その中でふと感じる愛をくれたふるさと。ありがとうございます。イエイイエイこの感じ、あれ自分で拍手するって、すいません。じゃあですね、今ふるさとっていう曲を聴いていただきました。もう一曲だけ歌わせてください。ですね、次の曲はですね、ロカタのトラックっていう曲でして、私のお父ちゃんを思った曲なんですけどね。うちの父ちゃんめっちゃね、バカなんです父ちゃんそんなん聞いたら泣くけどね。そうなんです。でもまあ一生懸命頑張ってこう父ちゃんっていうのを務めてくれたんで、うちはここに立っちゅうと自負してます。使い方っていうかわからんけど、父ちゃんありがとうって気持ちを込めて、ロカタのトラックっていう曲を聴いてください。私にとってたった一つはその汗も
ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。みおさん帰ってきて、ただいまです。どうもただいまです。ただいちゃん、おかえり。ただいまです。すぐサザエさん出てきて、もうサザエさん、私なんでそこまでサザエさんをめっちゃ見てるわけじゃないんですけど、はい、あの素敵な歌声、皆さんよかったですね。ありがとうございました。パチパチパチって入ってますよ。緊張、あー、ありがとう、ね、めっちゃ熱い。あのその下にすんごい気になるのがあるんですけど、さっき多分ね、あのいい匂いって言ってくれてたじゃないですか。はいはいはい。それを見てなのか、目を腐って書いてるのか、目を臭って書いてるのか、目を臭なのか、目を臭ですかね、目を草なのか。言うけど目を臭めっちゃいいからね。めっちゃいい気ね。いや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 、これこれもううちの特権やと思う。今日見終えたの変態、本当に。変態、すぐそういうこと言いますからね。いやいやいや、ですね、あの今からおとばかのね、あの皆さん一番楽しみにしてるんじゃないでしょうか、スペシャルセッションの時間です。イエーイ、イエーイ、イエーイ。これ緊張、一番緊張する、本当に。本当ですか。本当です。いや、ただなんかもうさっきのおーイエーイが入ってるんで、なんか歌ちょっと忘れちゃいそうなんですけど。楽しくいきましょう、楽しく。ですね、ミヤさんの方向、いや、なんちゃないです。ごめんなさい。なんちゃないです。ごめんなさい。今回、高橋優さんの福笑いという曲を、はい、ありがとうございます。一緒に選んでいただいたんですけど、なんでこの曲を選んでくださったんですか？これもう完全に私のわがままなんですけど、わがままなんですけど、本当にですね、あの、高橋優さんすごい好きなんですよ。うん、で高橋さん、あの、好きなんですけど、福笑いっていうのがすごい代表曲でして、もう本当に何ですかね、なんかもう勝手に、もう本当に尊敬してて、ですごいこの曲が、もうなんて言うんですか、もう何やろ、めっちゃ素晴らしいんですよ。聴いてもらったら分かると思うんですけど、あ、もうすごい笑顔、笑顔の大切さをすごい歌ってる曲で、もうなんか何やろな、なんかもう言葉じゃちょっと言えないんですけど、うまくなんか何やろな、これを聴いて、うん、こうたくさんの人が本当にすごく勇気をもらった曲なんじゃないかなと思って、うん、私もこういう曲を歌いたいなと思って、こうすごいリスペクトさせていただいてるんですけど、今日はぜひあの一緒に歌いたいなと思って、わがままを。私この曲初めて知ったんですけど、あのすごい良、くて、本当ですか、めっちゃいい歌詞、すごいいいと思って、めっちゃもう、はい、あの練習してきていただきまして、いやいや、もうめっちゃ見て、これ 私な なりのなんかすごい、なになに、すごい、見せちゃりたいぐらい、なんか見せれない、これは見せれないんですけど、暗号です、暗号が書いてあります、いっぱい。うわー、かっこいい。いやいや、なんでこっちも書いてるじゃないですか。いや、こんなんも見せれる見せれる。コードと歌詞。私もそんな風な、まあ、こう見せれないんですけど、あの変なんで、あの文字歌詞書いて上にコードみたいな感じで、コードじゃない棒みたいなのをいっぱい書いてます、これ。すごい、はい、なんか違うわやっぱり。いやいや。いやいや、本当に。はい、それでは、うーま、暑いってどういうことだろう。あ、お仕事上がり、歌声かな、歌声かな。あ、ありがとうございます。そんな、うちも嬉しい、あの暑苦しいですが、いやいや、全然すごい、あのね、あの仲良くしてください。もうぜひぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。そして、はい、今から高橋優さんの福笑いを一緒に歌いたいと思います、はい、それでは、タイトルコールからお願いします、はい、では聞いてください、みお、うん、さん&田中真紀子で高橋優さんの福笑い、いきます。はい。笑ってたら僕も笑い
そこで誰か泣いていても気に留める人もいない。どれを切り取って人間らしさって呼べるかわからないけど、誰かの笑顔見つめられるようにこっちまで笑顔が映る魔法のように、理屈ではないところで僕ら通じ合える力を持ってるはず。あなたは今笑っていますか？強がりじゃなく心の底から信じて生きていいと思う。誰かの笑顔につなげるように、こっちまで笑顔が映る魔法のように、理屈ではないところで僕ら通じ合える力を持ってるはず。あなたがいつも笑えてますように、心から幸せでありますように。それだけがこの世界の全てで、どこかで同じように願う人の全て。させていただきましたけれども、皆さんどうでしたか？はい、いや、うんうん、楽しかった。高い声が聞こえて楽しかった。どうしよう、私たちだけ楽しかったら。いや本当にそんなことないと思いますよ。やっぱほら歌詞にもありますし、そうですよ、自分たちが笑ってたらみんなも笑ってくれるんですよ。誰かに釣られる笑顔ですよ。そうです、そうです。はい、そんな感じで楽しくやりましたけれども、はい、マッキーの、はい、活動の告知を、していただきたいなと思います。ありがとうございます。告知させていただきます。はい、うん、でこれは画面が出るのかな？ドゥドゥドゥ。はい、ありがとうございます。出た出た。ですね、タラカマイコライブスケジュールとなってるんですけども、はい、ドゥドゥドゥ、次はですね、11月になります。11月9日月曜日、心斎橋のブラステさんで、うん、ガールズシング、ボリューム72、ということで、うん、この回数を重ねたイベントに出させていただきます。でですね、次、11月12日、はい、心斎橋アトランティクスで、一期一会というアコースティックイベントですね、の、第149回という記念すべき日に出させていただきますの で、はい、で詳しくはですね、オフィシャルウェブサイトに載っておりますので、ぜひこちらをツイッターでもまたね、いろいろ言わせていただくので、はい、こちらまたぜひご参照くださいませ。イエイ。でね、今日待ってくださってる方もいると思うんです。ほうほうほう。私これをね、告知するときにね、重大告知をさせていただきますというふうにね、はい、言わせていただいたんです。で待ってます？待ってない？そんな言わんといて。そうでね、それを今から告白したいと思うんですけどですね、はい、これが今から解禁です。なんでしょう？これ練習したのブルブル。田中舞子
ですね、シーサバシミュージックバーエンターさん、たくさんお世話になっております、はい、エンターさんにですねツーマンライブというのがありまして、でもお相手、気になるお相手なんですけども、東京のですねバンドハングオーバーさんから、ボーカルのフルゴーリショーマさんというですねめちゃめちゃかっこいい人が一緒に来てくる、一緒に歌いに来てくれるので、はい、いろいろね面白いことも考えようと思ってます、うん、これで田中真希子は2015年は締めくくりになるかと思いますので、はい、このツーマンライブぜひ皆さんチェックしててください。田中真希子2015年の日付が、12月5日5日の土曜日です。皆さんね、はい、ぜひぜひ時間を作ってお願いします。絶対楽しい一日になる、私らも楽しい。いやー、ありがとうございます。またこちらにもあげると思うので、ツイッターこれね、よっこしょ、よっこしょ、は、あれ、あれ、あれ、出ていかない、3、2、1、ほなので、はい、ぜひね皆さんチェックお願いします。これ今日解禁なのでぜひチェックです、はい、これ見てくださってる方もいて、いち早く情報を手に入れたので、うん、なんか特典あげたいぐらい、あげる、あげる、考えます、考える。じゃあこれ今行くって言ってくれた人、はい、今日中に行くって言ってくれた人は私からの特典が待ってます。うわー、なんだろう、今考えついた時何かはまだ言いません絶対なんかギモちゃん、はい、さっきのツイッターとかでも全然、うん、ぜひぜひ、そうです、お願いします、はい、お願いします、ありがとうございます、はい、それでは次ミョウのライブを告知したいなと思います、はい、あさってもうすぐなんですけれども、10月22日江坂ミューズさんでライブをします。はい、そして25日ヒルズパーク町で、ガーリーアップという女の子だらけのライブをしたいと思います。そして11月1日なんですけれども、フリーイベントはこれは泉大津のところであるんですけれども、13時過ぎぐらいからやると思うので13時ぐらいにうろうろしてくれたら確実です。はい、そして、11月23日はですね、おとばか .live ボリューム9があります。これも素敵なアーティストさんを迎えて、やるのでぜひぜひ来てください。そして、この間発表したんですけれども、今年もあります、12月31日に、カウントダウンライブ、これはフリーイベントになっているんですけれども、常時というお寺の本堂さんでカウントダウンライブをします。そしてみんなでお汁粉食べて鐘鳴らして、たくさん桃入れ作って、なんか和やかな感じでやりたいなと思いますので、ぜひぜひ参加してみてください。そしてまだまだ、ライブ、年末までにかけてねたくさん増えると思うので今今度めっちゃ見てたすいません、はい、あると思うので、ぜひぜひ皆さんブログチェックしてください。イエーイ、今のブログ出てくるかな、出てこい、はい、出てきました、イエーイ。そしてブログを知らない方はですね、はい、みょんの検索方法がありますね、はい、出てきます、ドン、はい、出てきました。MIO スペースバカって検索してもらいますと、一発で出てくるので、ぜひ検索してみてください。はい、そんな感じで、たくさん、これからもね、いろいろ活動していくのでね、はい、マッキーとメオよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そんな感じで、今日はたくさん1時間いっぱい喋ったんですけど、早い経つの話。どうでしたか？めちゃめちゃ、もう本当になんかね、はい、すごい、こんな経験ない。もうなんかめっちゃ楽しい。ちょっと落ち着きますね。ほんまに楽しかったです。なやろ、もう見てくださって嬉しいし、かな、もう、ちょっと今日はゆっくりね、いい夢が見れそうです。ゆっくりいい夢なんかもう今からお休みみたいな感じでほんまに楽しかった、はい、ぜひまた、はい、ご出催ですね、はい、もうぜひお願いします、ありがとうございます、姉さん、はい、そんな感じでですね、次回のオンエアなんですけれども、11月17日です。ゲストは、歌うお塩孝太郎こと翔馬さんという方ですね、はい、この素敵な方、あら、かっこいい、はい、21時からですね、今なんか、はい、告知宣伝してる時に2人で、あら、いいかっこいいわねとか、あらちょっと2人でおかまみたいな、あら、歌うお塩孝太郎ですよ、歌うお塩孝太郎、はい、超面白い、はい、そんな感じで、今月はですね、はい、皆さん最後まで見ていただいてありがとうございます。ですね、明日以降ぐらいにですね、また YouTube でも、アップされるので、よかったら何回でも見てください、お願いします。ヘムホームページにも貼ります、はい、はい、もしYouTube 上がった時にメモもブログに上がりましたっていうので、よかったらチェックしてみてください。はい、はい、それでは皆さん今月もありがとうございました、ありがとうございました、バイバーイ、ありがとう、かわいい、かわいい。